個人造反、土佐お化け造詞より、山父、土佐お化け造詞は、日本の妖怪家巻。土佐国を舞台とした全16話の妖怪譚を収録した作品で、制作時期は江戸時代とされる。作者は不詳。個人造品と、高知県佐川町の佐川町教育委員会像の2種類がある。全16話の妖怪誕は、関東で日本各地の妖怪が土佐に集結し、 最後に、夜明けとともに、妖怪たちが退散してゆく場面で締めくくられる。妖怪たちは大変地方色が濃く、当時の妖怪譚を図像化したものとして、興味深い作品であり、絵柄は素朴で、地節、妖怪としての恐ろしさよりむしろ親しみを感じさせるものと評価されている。ケチビや、山地といった、江戸時代の土佐に伝わっていた民間伝承が取り込まれていることも、 特徴の一つに挙げられる。個人造品の方は、制作時期は、江戸中期から後期にかけてとみられる。戦後に裏打ち補修された際に書かれた奥書きによれば、土佐筆頭画廊である深尾家の奥志役を、寛延2年から長年にわたって務めた、吉本家の第3代、栄介正茂が本作品を配慮し、6代、竹平の娘がと次先に持参したとあり。 平成以降においてもその突起先の家に伝えられている。奥書によれば、洋君のヨトギに用いられたものとされ、作者は、近世中期以降の妖怪画や幽霊画のような著名な絵師ではなく、田舎に住んでいた無名の絵師と見られている。一方で、佐川町教育委員会像のものは、刊末の記述によれば制作時期は安政6年とある。 前述の個人造品と妖怪譚の大筋は同じであるため、この絵巻が当地で描き継がれていたことや、個人造版を模写して、こちらの作品が描かれた可能性も示唆されている。しかし物語の順序や、描かれている妖怪の特徴などに違いが見られることから、単純な模写品とも言い切れず、佐川町教育委員会に所蔵された経緯も不明であり、 本書がどのように描き伝わっていたかは今後の研究が待たれている。ありがとうございます。